はい、影庵さんのチャンネルを今回ご紹介するんですけども、この影庵さんっていうのはもともとそのね、吉谷さんというふうな、私のキャッチボールしてる億万長者合宿の方がいるんですけども、その方を通じての動画投稿なんですよね。そして今回その影庵さんの動画をチェックしてると、むちゃくちゃいいね、むちゃくちゃいい素材がありました。なんかこういうふうな紙に筆で書くみたいな感じで、それがね、そのまま贈り物プレゼントになると。このね、文字がプレゼントになる人ってなかなか少ないんで、ぜひね、この影庵さんにこのね、色紙をお願いするか、もちろん有料だと思いますよ、お願いするか、そのこういうふうな文字を書けるようなトレーニングをね、受けてみたらいいと思います。もうね、文字を書くたびに人を感動させて人を喜ばせることができるスキルっていうのは、これからね、文字がだん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 書かなくなってくるこの世の中にね、ますます求められるスキルだと思います。私も羨ましいです。ぜひね、影庵さんのチャンネルに行ってみてください。それでは失礼します。